どうもこんにちは、イゾンビディズニーパークチャンネルです。今回は10時入園でディズニーシーのアトラクション全制覇に挑戦いたします。と言ってもですね、おそらく10時からではディズニーシー理論上全制覇することは不可能だと思いますので、いくつ乗ることができるのかの挑戦になります。またここで今回はルールがあります。いくつ乗れるかといっても、待ち時間の長いアトラクションに乗らなければ数はね稼げてしまいますので、今回は人気アトラクションには全て乗るということにします。人気アトラクションというのはパスが導入されているものです。今日はトイストーリーマニアが九州ですので、ソアリン、タワーブテラ、センターブジアス、インディーンジョーズアドベンチャー、レイジングスピリッツ、マジックランプシアター、タートルトーク、海底2万マイル、ニマンドフレンズ、シーライダー、この9つとします。この9つは必ず乗っていくつ乗れるかというところになります。そして今日休止してあるアトラクションはトイストーリーマニア、エレクトリックレールウェイの往復、シンドバッドストーリーブックボヤッジ、マーメイドラグンシアターの5つですので、本日稼働しているアトラクションは全部で25個です。で、目標は20個くらいですかね。正直ですね、プライオリティパス、プレミアアクセスどれくらい取れるのかが全く想像できておりません。もしプレミアアクセスを取れなければ15個くらいなんじゃないかなと思いますが、まあ高めのね目標ということで、まあ最低20個いけたら嬉しいなというところで今日やっていきます。今回の動画では10時からアトラクション重視の回り方、おすすめのアトラクションが分かりますので、ぜひ僕がどれだけ乗ることができるのか予想しながら最後までご覧ください。それでは本編をどうぞ。はい、おはようございます。現在9時58分です。ディズニーシーに来ました。さっきねリゾートラインの上から見た感じですと、荷物検査とか待ち時間なくもうすぐ入れそうでした。向かっていきたいと思います。はい、今オープニング撮り終えてすぐ荷物検査行って通りました。10時8分です。ではこのまま早速入園していきたいと思います。はい、今入園しました。時刻10時10分です。プライオリティパスから見ていきます。インディーが残ってたら撮りたいです。インディありますね。夜の回、レイジングは微妙、15時か。何撮ってもって感じだな。インディがやっぱ一番長いんで、インディやっぱ撮っちゃいます。はい、撮りました。次アトラクション行きます。プレミアアクセス残ってるかな。ソアリン早いと10時ぐらいなくなっちゃうんですよね。あ、残ってました、よかったです。ソアリン160分待ち。うわ、もうめっちゃギリギリ。17時か、ちょっと夜でいいかな。でちょっと待って、またあれ見てみようかな。センターオブジアスとタワーベテラ、こちらが直近のがあったらすぐ取っちゃいます。45分後かなので、これね今取ってもいいんですけど、35分後だとソアリンのパスがね、もしかしたらこの様子見るとなくな、あ、もうさっきのね17時もなくなっちゃいましたね。微妙なので、あ、どうしようかな。あ、取っとけばよかったな今の17時17。これでいいか。ちょっとインディーと被りそうなんだよな。ソアリンいいでしょう。まあ行くしかないね。はい、変えました。ちょっと時間が近いんですけど、夜19時頃は小さいアトラクションが空いてくる、あと奥側のアトラクションが空いてくるので、なので今回は18時20分にソアリン行きつつ、乗り終わって19時頃でインディ行ってパス使って乗って、で19時半ぐらいからこの奥側のアトラクション空いてきますので、この辺乗っていきます。特に乗りたいのが、まあ、シーライダーですね。シーライダーとかアクアトピア、あとまあ海底2万マイルもプライオリティパス取れなかったら夜乗っていきます。奥から下下がってって最後タートルトーク、日中50分ぐらい、ひどいとね70分とかなっちゃうんですけど、これ夜19時以降ね20分以下になることが多いので、最後ここ行けます。だからソアリンから最後パーク一周するって形ですね。今10時13分です。ディズニーシーこんな感じでね、もうどこもね空いてるところはないんですよね、このタイミングで入園すると。なのでどこに行ってもいいんですが、今回はねマジックランプシアター目指したいです。今これ20分待ちですよね。というのもマジックランプシアターは10時から開始なので、10時今開始立て直後でちょっと空いてます。昼間は40分50分になるんですけど、行きます。まあちょっと今10時13分なんで、もしかしたらもう行った段階ではね30分くらい待っちゃうかもしれないんですが、まあどこに行ってもって感じなので、ここでちょっと向かってみますね。今から19時まで9時間の間はアトラクション乗っていくだけです。プライオリティパス取れたらそれ使って乗ると、プレミアアクセス買えたらそれ使って買う、もうそれだけですね。それ以外はもう特に攻略ないです。あとはまあ移動距離が少なくなるように行きたいです。ディズニーシーね移動が結構かかりますので、エリアとエリア歩くだけでも10分20分平気でかかっちゃいますので、
なるべく近くに行ったらもう近くのアトラクション全部スノーパイプ乗っちゃうっていうのが待ち時間的にも足の疲れ的にも大切です。おー、ディズニーシー来たー、やったぜ。はい、今ソアリンの前に来てます。桜が咲いてます。ソアリンね、春桜目の前に咲いてて綺麗ですよね。でこちらが160分待ちです。ソアリンもこれ日中ずっとね下がって140分ぐらいかな。なのでプレミアアクセス最初に買いました。でさっき10時10分ぐらいにプレミアアクセス買ってもう残りギリギリでしたよね。今日のこんな狭も10時ちょいでソアリンギリギリだったので、やっぱりもうちょっとねチケット売り切れたり混んでる日ですと10時にはなくなっちゃう可能性あります。そうなるとソアリンも日中150分とか並ばないといけなくなるので、もうちょっとね全体的に今日の予定がきつくなってくるんじゃないかなと思います。まあソアリンはねプレミアアクセスね買えない方もいらっしゃると思いますが、まあその場合は、まあ、昼間に覚悟して並ぶしかないですね。はい、マジックランプシアターの前行きました。10時22分です。入り口の前で待たされるんですけど、それがね今待たされたてみたいな感じなので、次の回多分10分後くらいにまた開くんでそこを目指していきます。その間にですねちょっとこちらのキャラバンカルーセル行っておきます。常にね待ち時間5分待ちで行ったらねだいたいすぐ乗れるので今行っておきますね。1個目のアトラクションです。はい、今キャラバンカルーセルの中で待ってます。でこの間にモバイルオーダーでお昼ご飯確保したいと思います。はい、現在モバイルオーダー対象がカスラフードコート、ミゲルズ、ユカタン、ケープコット、クックオフ、独占ライナー、こちらね3月4日からもうちょっと追加になるんですが、今回はねこの店舗となってます。どうしようかな、ユカタンベースキャンプグリル、マジックラムシアターが終わって11時ちょい過ぎなんでこんくらいに行ってみようかな。はい、今ユカタンで頼みました。11時20分から30分です。モバイルオーダーはこの後ね時間とかメニューとか自由に変更できるのでとりあえず取っておきました。で今キャラバンカルセル案内されたので乗っていきます。はい、キャラバンカルセル終わりました。マジックランプシアター結構人待ってますね。まだ案内はされてないんですが、今行ったらね、まあ、数分待ちくらいで行けると思うのでこのまま行っちゃいます。マジックランプシアター今10時34分です。マジックランプシアター案内開始されました。先にプライオリティパスの人がって案内してから残りの枠で一般の人を案内していくって流れっぽいですね。マジックランプシアターだいたい15分ぐらいの周期で1回入れていく感じですかね。じゃじゃーん、マジックランプシアター幕開いてのお楽しみ。はい、マジックランプシアター終わりました。いやめちゃくちゃ良かった。最初のアシームの前説のところがちょっと変わってました。コロナ前こんなだっけなって思ったんですけど、あのアシームが客席の横まで来るようになってました。前までねここ本当コロナ禍中はずっとステージ上だけだったんですけど、アシームがステージの横まで来て、僕今一番端っこの座ってたんですけどね、横まで来てめちゃくちゃびっくりしました。コロナ前もこんなだっけなって思いながらも、でもまあいいですよね、めちゃくちゃ良かった。でなんかね公式のカメラもね撮影してて、なんかすごい頑張ってる人だったのかなとか思いましたね。でユカタンのモバイルオーダーを11時20分から撮ってるので、もうちょっとねあと20分あるので向こうのフライングカーペット並びます。まあ20分待ちくらいの可能性があるんですけれども、まあ並んででもいけそうなので並んでいきますね。でね今日の混雑具合思ったよりも空いてますね。なので10時からだったんですが全制覇ワンチャンあります。ワンチャン全制覇いけそうなのでちょっと本気出して全制覇目指してみます。こっから最初は目指してなかったんかいってあれなんですけどね。いやなるべく多くというところで頑張りましたが、多分これだと全部いけそうだなっていう気がしてきたので、ちょっと本格的に目指します。なのでジャスミンのフライングカーペットワンチャンね乗れないかなとか今日思ったんですけど乗ります。はい、ジャスミンのフライングカーペット来ました。10分待ち、いや今日ちょっと空いてるな。めちゃめちゃ空いてるわけじゃないんですけど、めっちゃ混んでるわけでもないですね。めっちゃ混んでるとね11時でね、このアトラクションも20分待ち30分待ちにはなってると思うので、まあお昼時ってのもあってちょっと人が減ってるっていう可能性もありますが、まあこの辺でちゃんと待ってますね。まあ10分待ちって言われてますけど15分くらい待ちそうな、とりあえず並んでいきます。はい、今ジャスミンのフライングカーペット並んでます。10時10分で間もなくプレミアアクセス2枚目取れるようになるので待機中です。はい、11分になりました、取ります。プレミアアクセスは利用開始時間か1時間後の早い方です。
さっきソアリンの遅いやつ撮ったので、今ですね次1時間後、さっき撮ってから1時間後の今撮れるようになりました。はい、センターオブジャース100分待ち。あ、いけるいける、全然余裕だね。ちなみに夜は20時まで。タワテラは、タワテラ直近のがあるな。ユカタン、いやでもこれだったら多分センター取った後でもタワテラ残っているので、センターオブジャース取っちゃいますね。はい、取れました、センターオブジャース。今11時10分でフライングカーペット乗って、ユカタンでご飯食べて、でそしてセンターオブジアース乗りに行く、そんな流れですね。フライングカーペット終わりました。めっちゃ気持ちよかった。そしてさっきですね11時20分に乗って、やっぱ15分くらい待ちましたね。レイジングスピリッツ、これめちゃくちゃ天気良くて今乗ったらすごい気持ちいいだろうな。あとファンダージースプリングスもすごい見えそうで、ちょっとこれ昼間乗りたいな。12時ちょいにプライオリティバス取れるようになるので、まあ夕方だろうな取れても。いや、お腹ペコペコなのでご飯食べ行きます。はい、ユカタン来ました、めっちゃ久しぶり。今11時27分でめっちゃお昼時ですね。モバイルオーダー受け取るにしました。そしたら5組待ちとのことなので、ちょっと待ち、そうですね、席先取って座って待ってたいと思います。でちょっとね、ユカタンポイントがあって、電波めっちゃ悪いんですよねここ奥側のね向こうの方行っちゃうと電波悪くて、あのアプリとか全然繋がんないんですよ。だからね、なるべくね手前側がいいですね。ここどうだろうな。はい、受け取ってきました。チキンのオーブン焼き1420円かな。これとドリンクの2つのセットで1420円ぐらいです。受け取るまでね、ちょっとね待ち組5組というところで5分ぐらい待ちましたね。じゃあこちら食べていきます。いただきます。すげえ美味しそう、チキンが。はい、12時17分でタワーオブテラのプレミアアクセス買えるようになったので買います。で全然余裕ですね、今ね80分待ちで、全然多分今日は売り切れないんじゃないかな、このまま行ったら。直近のがありますが、どうしようかな。いやもう直近のでいいかもな。12時半にセンターオブジャース乗り終わって、そっから使い行くでもいいかもしれないね。うん、センターオブジャース乗り終わってタワーオブテラ行っちゃいましょうか、このまま。はい、パス買えました。で先ほど12時10分頃にプライオリティパス見ました。そしたらやっぱレイジングスピリッツはもうなくなっちゃってましたね。他のパスは2万マイルとシーライダーが13時頃、マジックランプシアターが15時頃でした。なのでこれね17時なので、次は2時間後の14時10分、まあ海底2万マイルとシーライダーね、もしかしたら残ってるかもしれないんですが、まあ、この2つはパス取らなくても夜空いて乗れるのでもういいですね。タートルドッグこれで夕方に待ち時間なく乗ることができるので、最後ね夜閉園間際に行く予定だったんですが、それはなくなりました。閉園間際はこの奥側の方で過ごす感じになりそうです。よかったです。はい、これで人気アトラクションは全部これで待ち時間なく乗ることができます。今12時20分で12時25分からセンターオブジアスパス使って乗れるので、これ乗りに行きますね。でレイジングスピリッツはですね、これインディーを乗りに夜来るので、そのタイミングで横に行きます。今ね45分待ち、めちゃくちゃ空いてる。今日3月の混んでる人だったら普通にこの時間で80分待ち90分待ちになってるので、めちゃくちゃ今日は空いているのでね、3月でこの混雑ってのはねちょっとあまり参考にならないかなと思います。ただ全体的な回り方の流れとかは混雑関係なくこんな感じでいけるので、ぜひ参考にしてください。なるべく多く乗れるように、そしてね余裕ぶっこきすぎるとね本当に乗れないことありますので、余裕ぶっこかずに頑張っていきたいと思います。はい、トランジットスチーマーライン乗ります。ロストリバーデルタからのやつですね。センターオブジャースに行くんですが、このままね歩いて行ってもすぐ行けるんですけれども、まあちょっとこれ乗ってちょっとだけ手前に行ってセンターオブジャース行きます。多分しばらくここもう奥側戻ってこないので、このアトラクションね乗るタイミングが、今逃しちゃうとなくなっちゃうかなと思ったので、ここで乗って行きますね。はい、トランジットスチーマーライン乗り終わりました。12時36分です。今ね、ソアリンの前に着きました。ここからセンターオブジャースはね、もう歩いて数分なので、はい、すぐ行けますね。トランジットのメディテリニアハーバーからロストリバデルタの方は17時30分頃までの案内なので、そちら注意してタイミング見て乗っていきたいと思います。センターオブジャース来ました。70分待ちです。混んでるとね、全然100分、120分なので空いてる方ですね、これは。プレミアアクセス買って乗ります。はい、パス通して入りました。いや、センターオブジャースいつも朝一行ってるんでね、昼間にパス使って乗るのは、
すげえ久しぶりな気がします。これね、あのテラベーターの前で合流なんですよね。テラベーターから乗るまで5分ぐらい待つので、あ、実際5分待ちくらいですね。あ、でもこれテラベーターまでもちょっと並んでますね。ここからテラベーターまで 2,3 分待ちの、乗るまで5分の合計10分待ちくらいかな。どんくらいなのか見ていきたいと思います。センターオブジャス乗り終わりました。よかった。今12時55分です。乗るまでちょっと列なってたんですけど、システム調整なりかけみたいな感じで、システム復旧して運行したんですけど、ワンチャンシステム調整だったみたいな感じで、ちょっと止めてたっぽいですね。その影響もあって今ちょっと待ち時間伸びて85分待ちになってます。一番前に乗れたんですけど、一番前にね、センターオブジャス乗れた時は、左右を見ずに正面だけ見るとすごい没入感があって、めっちゃ好きな乗り方です。それが今12時55分でタワーウテランのパス使えるので、タワーウテラパス使っていきます。今日ねプレミアアクセス買わなくても全制覇行けそうな気がするんですけど、センタータワーテラと絶叫を、ね、待たずにはしごできるっていうこの感覚めっちゃいいですよね。1個のアトラクションを時間節約で1500円2000円っていうと、まあそうかって感じなんだけど、2個連続を人気アトラクションを行けるって思うと、なんかね相乗効果でねめっちゃお得に感じます。もうね、買うならね買っちゃうみたいなねそんな感じかな。プレミアアクセスはね、昔は自分も買うのためらってたんですけど、こう全制覇何回かやって買っていくうちにですね、なんかもうクレジットカードで後払いになっちゃうのでめっちゃ良くないんですけど、今ねこの場においてはお金を払ってる気がしてないので、全然ね買えちゃいます。一回買っちゃうとねもうねやみつきになっちゃいますよ。はい、タワーオブテラー来ました。4月9日まで怖いバージョンになってます。怖いのね苦手なんでね、頑張って乗りたいと思います。あ、これねタワテラの写真撮影復活したんですよね。コロナ禍中ずっとやってなかったんですけど、今ね3年半経ってようやく復活しました、写真撮影が。はい、もう乗り場です。よかった。はい、今タワーオブテラー並んでます。これ乗り終わった後ですね、この辺動きたいんですね。タートルトークが30分待ちなので、パスキャンセルして他のやつ取ります。2万マイルとか取ります。タートルトークパスキャンセルしました。代わりに2万マイル15時半、いいですね、取っちゃいましょう。はい、2万マイル行きました。これで、ね、今タワーオブテラー乗り終わってビッグシティビークル行って、タートルトーク普通に並んでゴンドラ14時5分の後再開したてで乗って他回ってくるって感じにします。はい、タワーオブテラー乗り終わりました。いや、よかったね。前回乗ったレベル13の方が怖かったですね。次回以降は投票でですね、13かこのアウトオブなんとかかどっちかなんですけど、でこのアウトオブなんとかが選ばれてるんですけど、個人的にはね13の方がね怖かったので、13だったらよかったなとか思いました。でもまあめっちゃびっくりしましたね。あんまりちょっと動きがよく分かんなかったので、すごい楽しみました。声出ちゃいました。でさっきですね、あのタートルトークのパス17時50分からのパスをキャンセルして、仮に回転今マイルを15時からのパスを取りました。というのもですね、今13時25分でこの後ビッグシティビークルここあるの乗ってですね、で今日エレクトリックレールベアが休止中なので乗れなくて、トイモニも休止なので乗れなくて、で乗り物がないんですよね。この後14時5分からハーバーショーが始まっちゃうので、トランジットも止まりますし、ゴンドラも止まるので、今行けるのがタートルトークぐらいになっちゃいます。ってなると待ち時間はあるんですけど、待っちゃった方がなんか居心地がいいと言いますかね。それで行こうかなと思います。でビッグシティビークル乗ります。さあちょうど来てるかな、乗れるかな、どうだろう。はい、ビッグシティビークル乗り終わりました。タートルトーク行きます。タートルトークが今ね35分待ちなんですけれども、他のアトラクションも15分とかね20分とかちっちゃいのでも待っちゃうので、まあトータル一緒なのかなと思ったら、移動距離が近くなる、今すぐ横にあるですね、こちらタートルトークに行っちゃった方がいいかなと思ってタートルトーク行きます。タートルトークを普通に待つのめちゃくちゃ久しぶり。あ、20分になりました。横でねジャンボリミッキーが始まるんですよね。その影響で今ちょっと下がってるのかな。20分待ち、これは嬉しいですね。いや今日普通にちょっとね空いちゃってるんで余裕になっちゃってるんですよね。まあ、これでちょっとジャンボリミッキーも見ながら並べそうです。
はい、タートルトーク終わりました。で、30分待ち表記の20分待ちアナウンスの実際ね、13分くらいで行けました。めっちゃ良かった。ジャンボリミッキーの裏だったからかな。今ね、35分待ちになってました。でね、14時5分からハーバーショーが始まっていて、15分のショーかな。なのでもうすぐ終わりがですね。で、終わった直後に行くことによってベネツィアンゴンドラすぐ乗ることができます。まあ、14時20分にゴンドラが再開されるのでめちゃくちゃちょうどいいですね。今行ったら多分ゴンドラすぐスッと乗れると思います。はい、ベネツィアンゴンドラ来ましたが、めちゃくちゃ満員だな。15分ぐらい待ってそうだ。ちょっとどうしようかな。でもこれ逃したら、タイミング言うてあんまりないんだよな。いや、めっちゃ並んでんな。15分、どうしようかな。時間的には余裕あるんで行っちゃおうかな。ちょっとお気をつけください。行ってください。ベネツィアンゴンドラ現在20分前後の待ち時間でご案内しております。はい、20分待ちとのアナウンスだったのでさすがにちょっとやめました。もうね、ハーバーショー終わっちゃってて、あれでしたね、もう一気に流れがバーって来ちゃってる段階っぽかったです。もうちょっとしたらね、落ち着くか、次のハーバーショーの終わり際を狙うかで行きたいと思います。14時20分ですね。今トランジットスチーマーライン乗ろうかな。はい、トランジットスチーマーライン来ました。メディテレーニアハーバーからロストリバデルタです。でロストリバデルタ行ってですね、まあ待ち時間によってはマーメドラグーンとかポートディスカバリーとかいくつかね、モノレスだったら乗っちゃってもいいかなって思ってます。まあ夜に着くやつはなるべく夜に残して、昼間今行けるやつはもう乗っちゃいます。はい、トランジットスチーマーライン乗り終わりました。今14時38分です。で次ね、ポートディスカバリー行きます。アクアトピアもニモも15分待ちだったのでここ行きます。本当はね、夜行く予定だったんですが、今特に行く場所ないし、まあちょっとね、昼間他に比べてちょっと空いてるのでここ行きます。ポートディスカバリー行きました。今ね、来たらね、ニモが20分待ちになっちゃってましたので、ちょっと置いといて先アクアトピア行こうかなと思います。アクアトピア今15分待ちはちょっと嬉しいですね。まあ、夜5分待ちになると思うんですが、まあ行っちゃいましょう。はい、アクアトピア来ました。15分待ちです。これね、混んでる日だとね、日中ね30分ぐらいですね、ずっと。で夜19時ぐらいにまた5分待ちに落ち着いてきやすいアトラクションです。はい、アクアトピア終わりました。いやー、夕暮れというかね、西日であったかくてよかったです。はい、で今シーライダー来ました。15分待ちです。あ、ここね、待ってる人いないので僕たちがそこで待って次の便って感じですね。実際10分ぐらいで行けるんじゃないかなと思います。今ちょっとね、風が出てきてまして、さっきトランジットスチーマーラインが今見たらね、止まっちゃってます。さっきね、乗った時片道だいたい6分から8分ぐらいなんですけど、10分ぐらいかかってて進み遅いなと思ってたら、やっぱね、強風で今一時中止してますね。またシーライダーは人工ティッシュ地盤を搭載しており。はい、シーライダー終わりました。実際ね、12、3分で乗ることができました。よかったです。で次です。今ね、15時20分で15時30分からの回転2本マイルがあるので、こっち向こう行ってもいいんですけど、今トランジットスチーマーラインが再開していて一周コースね残ってるのでそっち行きます。でトランジットが16時5分からハーバーショーが始まる影響で、もうすぐね、あと10分くらいで、30分前くらいには一旦休止になっちゃうので、もうあと10分くらいで行かないと乗れなくなっちゃうので、今のうち行きます。もしかしたらね、これ今行ってもギリギリ間に合わないかもしれないんですが行きます。16時5分以降のトランジットになりますとですね、まあ、夜になっちゃって、もしかしたら待ち時間が伸びるか、ちょっとね、他のアトラクションとの兼ね合いでタイミングが難しくなっちゃうので今行きたいですね。さあ乗れるか、向かってみます。はい、トランジットスチーマーライン来ました。行けそうかな、案内してそうです。よかった。はい、今ね待ってるんで、もうすぐ来るんじゃないかなと思います。5分待ちです。いつ行ってもね、だいたい5分待ちですが、夜だとね、ちょっと待ち時間伸びることもあります。はい、トランジットスチーマーライン乗り終わりました。いや、優雅でよかった。そして予想通りというかね、僕が乗ったやつがハーバーショーの影響の前のね、今ね最終便とのことでした。この後ね、ハーバーショーで一旦休止になって、またハーバーショー終わったら再開しますが、ハーバーショー前は最終便で読み通りでした。すごいギリギリです。あれね、乗れてなかったら
またタイミング伺う必要があったのでめっちゃ良かったです。トランジットとかねゴンドラはハーバーショーのだいたい30分プラス待ち時間前に、休止になるのでご注意ください。そしてこのまま今15時45分なんですが、フォートレスエクスプロレーション行ってから海底2万マイル行きます。海底2万マイルねプライオリティパスが16時30分ま でハーバーグリーティングショーが16時5分からで、10分後の16時15分にゴンドラに行きたいので、その間をですねここ海底2万マイル行きつつ通り沿いにあるこのねフォートレスエクスプロレーション行ってって感じのプランです。そして今これでね12個アトラクション乗りました。今日ね25個中これでまあ大体半分ぐらいですね。このままだと正直ね勝利が確定しつつあるので、ここで追加ルール入れます。あのショーを見ます。はい、ビッグバンドビートとビリーブシーオブドリームスを見ることにします。はい、これ含めてこれから全制覇やっていきます。はい、とりあえずフォートレスエクスプロレーション行きます。5分待ちですぐ行けるかな、どうだろう、ちょっと待ちそうだったらゴンドラ間に合わなくなるので微妙かな。あでもまあいいか、ちょっと遅れてもビッグ&ビートが17時10分からなのでとりあえずこっち行っちゃいましょうか。はい、レオナルドチャレンジです。はい、レオナルドチャレンジ終わりました。今16時2分です。でちょっと海底2万マイル行きますね。はい、海底2万マイルのパスが16時30分までですのでこちら使っていきます。はい、海底2万マイル入りました。この後ビッグバンドビート17時10分からの回なんですが、抽選でね当たらなかった場合は2階席行きます。これ乗り終わったら抽選かけたいと思います。当たってくれたら嬉しいね。はい、海底2万マイル終わりました。16時15分です。パス通してからもうすぐ乗ることができました。よかったです。この後ゴンドラ行きます。ベネチアンゴンドラが16時15分からもう再開してるはずなので行きます。でゴンドラはですね夕方やっぱね日が暮れてくると綺麗で人気なので、このね夜の部っていうのはね結構待ち時間長くなってくるんですよね。もしかしたら今行ったらねもう20分待ち30分待ちになっちゃってる可能性があるんですが、まあ、ビッグバンドビートが17時10分からで今から1時間くらいあるので、まあね30分くらいだったら待てるんで待ちます。はい、ビッグバンドビート17時10分の回がまもなく受付終了です。こちら抽選かけたいと思います。さあ当たってくれるかな。さあどうだ、外れちゃった。自由席行きます。自由席行きます。ベネチアンゴンドラ来ました。今ね15分から20分待ちですね。あーしっかり待ってます。はい、これは20ですね。外のここまで出てるんで20分待ちです。今ね16時25分で、ね、20分待ちの、10分前自由席あるかな。ビッグバンドビートゴンドラ乗り終わりました。今16時58分です。ちゃんとね20分待ちました。で今ね25分待ちになってます。いや夕方のゴンドラすごい久しぶりに乗ったんですけど良かったですね。この後ねどんどん日没になってくるにつれて待ち時間は伸びてくると思います。ビッグバンドビート抽選が外れてしまったので17時10分の回を2階席自由席行かないといけないです。ただね10分前なんでね締め切られてるかもしれない。もともとショーも見るって言ってたらもうちょっといろいろ計画立ててできたんですけど、急遽ショーを見ると一人なんでワンチャン当たるんじゃないかなと思ったんですけど外れてしまったので、さあどうだろう。ビッグバンドビートは現在1回目から全公演2階席のみ自由席となっております。さあどうだろう、案内してるかな。あ、開けてる開けてる、開けてないかな、開けてるよね、開けてる開けてる、よかった。あ、よかった、間に合った、よかった、ありがとうございます。はい、入れた、よかった。10分前で行けました、よかったです。いやー焦った、とりあえず行けました。はい、結構ねもう9割ぐらい満席、もうほぼ締め切り直前だと思います。めっちゃ満席です。はい、ビッグバンドビート終わりました。いや良かった、今日のミッキーめちゃくちゃこなれてるミッキーで良かったです。はい、今17時36分ですね。この後18時20分からソワリンのパスと18時35分からインディのパス、そして19時20分にビリーブシーオブドリームスが始まります。今からあとね40分ぐらいねソワリンのパスまで空いてるんですけれども、お腹空いてきたので今からご飯食べます。
ザンビーニとか行こうかな、久しぶりに。ザンビーニブラザーズ・イスラムってあのソワリンの前にあります。なのでそこでご飯食べて18時15分にパスを使ってソワリン乗ると、でソワリンパス使っても乗ってから出るまで30分ぐらいかかるので乗り終わりが18時45分ぐらいですね。でインディパス使って乗って19時ぐらいで、19時から20分まで、まあ、1個2個マーメイドラグーンのアトラクション乗って19時20分ショー見るで、19時50分にショー見終わってそこからマーメイドラグーン残り乗って19時20分30分最後にレイジングスピリッツ行って終わりって感じですね。まあ、もしかしたら場合によってはレイジングスピリッツ先に行ってマーメイドラグーン最後に行くって感じですかね。いやこのね人気アトラクション必ず乗るというところでレイジングスピリッツに乗っていくんですが、それをね最後に残しておくところが、まあ、プライオリティパス対象アトラクションでね夜混んでいてパスだけになってたらね乗れなかったら嫌だなっていう怖いところですね。まあギリギリ行けるんじゃないかな、まあ、そっち優先で、まあ、マーメイドラグーンはね多分9時ちょっとくらいまでやってると思うのでレイジング優先とか、まあ、様子見でそんな流れで考えてます。はい、ザンビーニブラザーズリストランテ来ました。イタリアンのお店です。こちら明日3月4日からモバイルオーダー対象になります。今回はこの、ね、ミートソーススパゲッティ食べたいんですよね。レジはちょっと待ち、数分待ちくらいですね。はい、買いました。ミートボールスパゲッティ1100円です。これね、ワンワン物語のミートボールスパゲッティですよね。結構前から出てたんですけど、なんかね、食べる機会なくて今初めて食べます。美味しそうです。いただきます。はい、ミートボール食べ終わりました。めちゃくちゃ美味しかったな、これ。めっちゃおすすめです。めっちゃ美味しかった。ただね、ちょっと量がね、少なかったので、2個食べたいなと思いました。で、結構この後がキツキツで、ビリーブが19時20分って決まっているので、ソワリンインディをなるべく早く終えたいので、もうね、18時15分の使えるようになってすぐに行きたいと思ってます。いろいろとね、余裕ぶっこいて、追加ルールでビッグバンドビートとビリーブを見るっていうところをね、加えちゃったんですけど、まだ言うてね、アトラクション8個、9個くらい残ってるので、さあ最後まで行けるのか心配ですね。特にね、ビリーブ19時20分から30分なので、その後、どれだけ乗ることができるのか、油断せずに頑張っていきたいと思います。はい、ザンビでご飯食べ終わりました。ザンビね、ここ裏から出るとね、すぐソワリンなので、ザンビでね、ご飯食べました。はい、プレミアアクセスです。こちらね、18時20分からとなってます。今ね、18時14分でまだ出てませんが、まもなく15分になります。はい、15分になりました。はい、出ましたね。これでいけます。5分前から QR コードがパーって表示されてね、使うことができるようになります。使っていきます。はい、パス通しました。夜のソワリン行くの、すごい久しぶりな気がします。さあ、どれくらいでいけるんでしょうか。もう一直線で入れそうですね。たまに混んでるとね、この辺で待たされるんですけど、よかったよかった。すぐ乗れそうです。はい、乗り場まで一直線です。よかった、0分待ち。皆さんにご挨拶して。はい、ソワリン乗り終わりました。よかった。今回ね、空を見てました。すごいよかった。空をね、見てると、どの世界もね、空は同じなんだなっていうね。感慨深くなりましたね。で最後ね、東京のシーンで感動しました。今18時42分です。インディパス使いに行きます。お、すごい、桜めっちゃ綺麗。夜桜が見頃だね、今ね。これ出口じゃないと見れないね、この綺麗な桜のライトアップは。さあ、あと閉園まで2時間ですね。マーメイドラグーンをビリーブ始まるまでに1個か2個行きたいんですよね。インディサクッと行きたいですね、これ。ちなみにビリーブがであと30分40分かななんですけど、こちらね、後ろ1列目もまだ全然空いてますね。僕個人的にここから見るのめっちゃ好きなんですよね。このフォートレス横から、ここ全然空いてます。はい、開店2番前で今5分待ちです。19時手前で5分になってます。まあ今日ね空いてるから19時手前でこうなんですけど、混んでる日でもまあ19時以降になってくると5分待ちになってきますので、プライオリティバス取れなかったら夜行くといいと思います。やっぱね、夜になるとディズニーシーねテンション上がってきますよね。じゃあインディ向かいます。はい、中でもう一度見込みです。はい、インディパス通しました。でこちらね、ライドフォトがですね販売再開したんですね。こちらもタワーブテラと同様にコロナ禍4年間ずっと再開してなかったんですけど、つい先日再開して落ちる時に写真撮られて買うことができます。
パス通してからも乗り場までねちょっとね歩く必要がありますし、合流してからもちょっとだけ待ち時間が発生するので、まあ、乗り終わるのは15分後ぐらいですかね。なので19時5分ぐらいに乗り終わると思われます。はい、インディー乗り終わりました。いや、よかった。インディーね、演出がいろいろと戻ってました。日々の動きがね、下からこうなってたんですよ、この前。直ってて上からガーに直ってました。はい、よかったです、インディー。で、ライドフォトもね、復活しててね。よかった、よかった。さあ、マメドラ軍に来ました。マメドラ軍ね、下の方にあるアトラクション乗りたいんですけど、ちょっとね、移動かかりそうだったら、かかりそうなんでね、地上にあるやつを乗ってビリーブ見に行くって感じです。さあ、フランダーがどのくらい待っているのか、10分待ちとのことなんですが、あ、まあちゃんと、まあ、7分8分くらいじゃないかな。もうちょっとしたらもうちょっと着くと思うんで、先にスカットル行きます。はい、スカットルのスクーターです。5分待ち、そこで待ってないので、これ出発した後なんで3分待ちぐらいです。はい、スカットル終わりました。めっちゃ良かった。なんか夜のスカットル久しぶりに乗ったんですけど、めちゃくちゃ早かったな。マーメイドラグーンの他のアトラクションが全部5分になっているんですが、ビリーブがね始まるので、僕もね乗らずにビリーブ見に行きます。今19時15分です。ここからねちょっと歩くので、着いたら18分ぐらい、19分とかね直前になると思います。さあ、あとねマーメイドラグーンがほぼ残っておりますので、さあそれを時間内に乗り終えられるかというところですね。さあ、どうなるんでしょうか。意外とね余裕ぶっこいてるんですが、まだまだわからないので、いや、これ行けなかったら嫌だな。はい、今19時19分です。滑り込みビリーブです。こっちで見るとね、すぐ終わったら僕戻れるのでいいですね。急遽追加ルールとしてショーを見ることにした後半戦。閉園までおよそ1時間。残りアトラクションは6つ。果たして今回の挑戦の結末は？はい、ビリーブ終わりました。大感動。確か前回ビリーブやってなかったんだよね。リハブ中だったんで、2、3ヶ月前。かな。いや、大感動だった。じゃあ奥側残りアトラクションを攻めていきます。さあ、ちょっとね待ち時間今見てないんですけど、レイジングスピリッツが何分でしょうか。締め切られてることはないんじゃないかな。さっきね19時時点で30分待ちだったので、それより上がってることはないと思うので、まあ、混んでても35分40分ぐらいで20時半までには終えられるんじゃないかな。どうなんだろう。いや、怖いですね。ちょっとあえて待ち時間見ずに行こうかな。待ち時間見てね作戦立てることできるんですけど、あえて待ち時間見ずに行ってみます。はい、ロストリバーデルタ来ました。見てください、全然人いないです。でもね、これぐらい空いてるのはね今日がラッキー日ですね。混んでると全然この時間でもレイジングとかインディーね60分とかそんぐらいのことがありますので、 100% これではないってことはね、皆さんちょっと注意していただきたいです。はい、レイジングスピリッツ来ました。炎かっこいい。さあ、何分待ちだ。列はあんまりなさそうです。皆さん揃っている方からご案内しております。15分待ちでした。よかった、全然余裕でしたね。あのビリーブ終わってすぐ来たんであれなんですけど、もうちょっとしたら遠くの方の人がこっちが来て、もうちょっと新しく伸びてくると思います。よかった。はい、レイジングスピリッツ乗り終わりました。22、3分待っちゃいました。はい、並んでる最中にねプライオリティパスの方がねめちゃくちゃ来て、結構列止められちゃいました。で、今20時22分です。残りアトラクションがマーメイドラグーンのスカットル以外のアトラクションですね。5つかな、あと5個ですね。ちょっとね、あのさっきの縛りで待ち時間見ない縛りをしているんですけれども、フランダー行って下潜ってった方がいいと思うんだよな。フランダーって意外と結構ね乗り場がねちょっと遠いのでね、後にするとだるくなるんだよな。さあ、5分で行けたら嬉しい。さあ、どうだ。こうね上からね待ち時間っていうかね列見れるんですよね。あー、ちょっと待ってるな。10分ぐらい待ってるなこれ。あ、いや意外と待ってないかも。ちょっと行っちゃいましょう。
5分待ちアナウンスですよかった。ただちゃんと5分待ちそうなんだよな。なんか結構人いた気がするから。こんな感じでレイジングスピリッツマーメイドラグーンね、夜すくって分かってたので昼間あんまり行かずに夜まで撮っておきました。まあ言うてね、他のアトラクションも空いてるので他のもの撮っててもいいんですけど、マーメイドラグーンのアトラクションは所要時間が短くて位置関係がすごい近いところにあるので、なんか一個一個に10分20分待つよりも、もう夜空いてる間に一気に全部待ち時間をほぼなしてバーって乗っちゃった方が効率がめちゃくちゃいいんですよね。はい、ここから5分待ちです。並んでいきます。はい、フランダー終わりました。実際ね10分くらい待っちゃいましたね。なんか めっちゃ進むの遅いなと思ったら、2台普段回してるんですけど1台で回してて1回で2分だったのですごい待っちゃいました。でね、ただねそのおかげで花火ちょうどやってて、あのギリギリ自分の階でちょうど乗りながら花火見れました。めっちゃ良かった。はい、そんな感じでマーメイドラグーンしたきました。さて、あとここのね下の4つのアトラクションです。さあ空いてるかな。あ、空いてますね、よかった。じゃあ近くのあるものからどんどん行きましょう。バルーンレース行きましょう。最初にこちらも夜最後閉園前は着きやすいです。待ってますがすぐ次行けるかな。バルーンレース終わりました。どうしようかな、ワールプール次行けるかな、ちょっと待っちゃうかな。あー、次で行けそうかな、ギリギリ入れるかな。はい、待ち時間なしのはずです。次で行けそうです、よかった。ワールプール終わりました。そして次ジャンピンジェリーフィッシュ行きます。ジャンピンジェリーフィッシュ待ち時間ないかな、ないよね、 OK。 さあラスト2アトラクションです。ジャンピンジェリーフィッシュ来ました。はい、今から次の便出発なので、次ですね3分後ですね、3分後に乗れそうです。はい、ジャンピンジェリーフィッシュ乗り終わりました。いやー、よかったね。いや、1個前のね小さい女の子がね楽しかったって、それに向かってねキャストさんがねまたねって、また来てねって言ってたんですけど、いやこの子に対するねまた来てねって本当にまたじゃないですかって思ったら、その一言がねすごいなんか感慨深くなっちゃいましたね。じゃあ最後のアトラクション行きます。はい、プレイグラウンドです。歩いてくだけ。はい、というわけでアリエルのプレイグラウンド終わりました。20時54分です。これにて無事全制覇達成です、よかった。もう一個くらいちっちゃいアトラクション乗りそうだね。帰り際に回転2万マイルとか行けそう。今日ね10時に入園してビッグバンドビートとビリーブを急遽見るっていう予定に組み込んで、結構ね午後から夕方から怒涛というか結構ハードだったんですけれども、無事ギリギリ達成できた、よかった。これねもう一個ね、特にレイジングスピリッツなんかがねもうちょっと待ち時間長かったらきつかったので、めっちゃ良かった。20時54分でこう閉められちゃってますね。言ったら通せるのかな。アリエルのプレイグラウンドもなんかキャストさんがもう閉めたそうにしてたんで、5分前ねギリギリさっき入れましたけど、21時になったら本当に一瞬で入れなくなっちゃうんじゃないかなと思いました。はい、今9時58分ですね。海底2万マイル5分待ちでやってます。はい、行っちゃいました。5分待ちです。乗り場まで直行です。いや、やっぱりこの閉園間際にねこのスルスルっとね最後ね5分待ちのアトラクション乗るのめちゃくちゃ楽しい。じゃあ乗っていきます。このままでは潜水艇が危険です。何かに襲われているに違いない。はい、海底2万マイル終わりました。21時8分です。いやー、めちゃくちゃ良かった。やっぱこの閉園間際の貸し切り海底2万マイルめっちゃいい。なんかあの船内暗いんですけど、ポワーンってね明かりがね船内をね照らされるんですよね。それがすごいなんかノスタルジーで、ノスタルジックでめちゃくちゃいい。で今めちゃくちゃ人がなんか流れになってますね。もうこれで皆さん帰ってる感じですね。もうどのアトラクションも終わってると思います。はい、エントランスに来ました。10時ぶり、約11時間ですね、11時間ぶりのエントランスです。バイバイアクアスピア、バイバイアクアスピア。じゃあ退園します。ありがとうございます。バイバイ。はい、というわけで退園しました。本日乗れたアトラクションは全部で
26個でした。そしてプラス2つショーを見ることができました。良かったです。いや正直ですね、想定よりもかなり空いていて、こんくらい行けちゃいましたね。3月上旬の日曜、3月3日なんですけれども、まあ、この時期のね、この混雑状況としてはですね、まあ正直個人的にはイレギュラーかなと思っていて、だいたい時期的には4月とか5月とか6月とか、あとは1月とかの日曜日と同じぐらいの混雑だったなっていう印象がありますね。これ以降ですね、3月はもっと混んでくると思います。なのでそちらですね、混雑具合を参考にする際はね、ちょっと時期とね、混雑状況違ってくると思いますのでご注意ください。まあ、それでも言うてね、26個プラス2個というね、めちゃめちゃ10時からこれくらい乗れたっていうところでですね、まあ、ポイント、やってきたポイント紹介していきたいと思います。まず10時の入園では、入園直後はもうどこも混んじゃってるところは知っておく必要があります。そして移動距離優先で全体的に乗っていく必要があります。そして19時以降、奥側のアトラクションは特に空いていきます。プラスさらにおまけでディズニープレミアアクセスを買っていると強いですね。まず1つ目、10時入園で入園直後はどこも混んでいるというところです。マジックランプシアターだけは10時から案内が開始なので、混んでる日でも、まあ、10時10分、20分、30分ぐらいまでだったら空いてることもありますね。すぐ行けることもあるんですけれども、それ以降はですね、もうどこも基本的に待ち時間はね、長くて昼間一定ですので、どこ行ってもいいです。はい、並ぶものにはもう並ぶしかありません。なのでそんな中でもより効率的に過ごすためには、移動距離が少なくなるようにしないといけません。ディズニーシーね、結構広いので、本当 いろんなエリアを行ったり来たりするだけでね、移動距離で5分10分20分でかかっちゃいますので、なるべく移動距離を抑えて近くにあるものから順番に乗っていく必要があります。移動距離をかけないことによって疲れないし、タイムロスを防げるというね、2つのメリットがあります。ちなみに今回ですね、僕の例ですと、最初アラビアンコースト行って、奥側をずっと行ってからですね、タワーデラでアメリカンウォーターフロント乗った時はですね、そっち側のアトラクションを一気に行ったりありましたので、そのくらい移動しないってことは結構重要です。そして3つ目のポイントとして、19時以降はね、奥側にあるアトラクションが空いてくるって点ですね。昼間は確かに空いてるところがないので、どこ行ってもいいんですが、19時以降に空くっていうものが分かっているとしたら、それは19時に残した方がいいです。今回だったらマーメイドラグーンのアトラクションは19時以降ね、空くって分かってたので、後回しにしてました。またマーメイドラグーンのアトラクションは近いところに所要時間が1分ぐらいのものがね、近いところに4つ5つ点在しているので、なんか全部に30分待つよりも、空いてるタイミングで全部待ち時間なしでグワッていっちゃったら、一気にね、もう5分10分ぐらいで全部乗り終えられちゃうんですよ。なのであそこはですね、移動距離の観点からもめちゃめちゃ一気に空いてるタイミングで乗ると嬉しい場所ですね。そういうところで今回はですね、朝入った時は混んでたんですけど、夜まで取っておいて夜に乗ったって感じです。まあでも今日はね、結構空いてる日だったので夜5分だったんですけど、めちゃめちゃね、チケット完売してるようなめちゃめちゃ混んでる日では、夜でもマーメイドラグーンのアトラクション10分待ちとか15分待ちとかのこともありますので、そちらはご注意ください。プロメテウス火山よりも奥側のアトラクションは夜19時以降すくと思っていただいて大丈夫です。そして最後に、ディズニープレミアアクセスを変えるとやっぱ強いですよね。ディズニーシーのアトラクションはプレミアアクセスとプライオリティパス、こちらの2つのパスを活用すれば、主要の人気のアトラクション全部少ない待ち時間で乗れちゃいます。今回ね、10時入園でプライオリティパスがいくつか、2つかな、インディーと海底2万マイル、この2つしか取れませんでした。そういうところで他のアトラクションはマジックランプシアター朝行ってみたり、エイジングスピリッツ夜着くタイミングで行ってみたりところで工夫しました。そしてプレミアアクセスに関しては今日はね、全部買いました。ソアリンはね、日中110分前後で、センターオブジャスね、今日ね70分前後、タワーオブテラーが80分前後でした。なので、まあ、通常に並んでも今日の混雑だったらショーを見なければ多分全部行けたか、ギリギリ行けたかくらいかなって思うんですけれども、プレミアアクセスを買ったことによってですね、ショーも見ることができて、やっぱ一日中、今日の僕の体験として楽しさがね、結構グンと上がったので良かったなと思ってます。でまあ、今日はね、やっぱりね、朝ね、10時入園した時にソアリンのプレミアアクセスが残りもうちょっとだけだったじゃないですか。なのでこれよりもね、混んでる日とかだとやっぱりね、10時頃ではソアリンのプレミアアクセス買えない可能性が高くなってくると思います。やっぱり混んでる日ではソアリンは9時台になくなっちゃいますね。ってなると結構きついですよね。ソアリンのプレミアアクセスが買えないと、ソアリン混んでたらね、日中150分とかちょっと空いてても今日みたいに100分ぐらいはね、待ちますので、まあ、それがね、日中普通に待たないといけないという点が、まあ、ちょっとね、全体として疲れがね、結構きますよね。ソアリンのプレミアアクセスは、まあ、変えたら嬉しい。まあ、そんな感じですかね。なので、ディズニーシーでですね、ディズニーシーをもう本当にね、大満喫したい、一日で全部遊び尽くしたいって感じでしたら、チケット料金がプラス5000円上がったと思って、ソアリン、
タワテラセンターブリアスで、ね、こちら買うといいと思います。今日はねトイストーリーマニアがもうやっていないので、やしやってたらねプラスさらに2000円でって感じですかね。まあ、プレミアアクセスをね買う買わない、高い高くないのね価値観は皆さんそれぞれなので、まあ、あまりこれが正解とはね言えませんが、今回ねプレミアアクセスを全部買った場合ね、こんくらい乗れちゃうっていうところはお見せできたんじゃないかなと思ってます。そして全体的なね振り返りの感想なんですけど、前回のディズニーランドのね10時からの制覇に続いて、今回はディズニーシーを10時から全制覇に挑戦してみました。今日ぐらいの混雑だったらね10時からでも意外といけちゃうんだなっていうのがね分かって面白かったです。はい、でもねもうちょっとね僕はね混んでる予想で、全制覇ねギリギリ全然いけないくらいの感じかなと思っているプランで最初ねオープニングとか撮ったりとか朝説明してたんですけど、途中でね路線をね変更して急遽ね追加ルールでやってました。だからまあ当初の予定通り混んでる時にねどれぐらいいけるか、まあ、やってみようかなとかね、やるちょっと思いつつも、まあ、やらなくてもいいかなとかもね思いつつも、まあ、気分とか要望とかまあいろいろとね時期とか、まあ、僕の来れるね都合とかによって、まあその辺でいろいろと考えてやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。少なくとも今日のね僕の動画が何かしらの参考になれれば嬉しいなと思っております。また朝からディズニーシー全制覇に挑戦した動画、ディズニーランドで全制覇に挑戦した動画、いろいろとね全制覇企画も投稿しておりますので、ぜひ動画の概要欄からご覧ください。こんな感じで僕のチャンネルではディズニーの攻略法を独自に考えて実践して紹介をしております。これからもどんどんと最新の攻略法を投稿していきますので、今回の動画少しでもいいなと思ってくださった方はですね、ぜひチャンネル登録でこの活動を応援してくださいますと非常に嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。